なんかネットだと私がここでずっと喋る話が最初から終わりまで見られるそうだね。だから私の信者から気をつけてくださいねご忠告があったけどまあそれはさておき、ちょっと私の方で3億キロも離れてる宇宙からはやぶさが糸川ですか、小惑星から砂の粒子、小さい粒子を持ち帰った。これによって地球の誕生の謎もわかるかもしれない。まあ、このことは日本の科学技術の素晴らしさを世界に誇れる明るいニュースだと思っています。だからこそ資源のない我が国は人材で生きていかなければならない、科学技術立国という言われる縁もそこであるでしょう。いよいよ参議院を舞台に補正予算の本格的審議が始まっています。私はそうした日本の科学技術立国をどうしていくのか、若者の雇用をどうしていくったらいいのか、中国やロシアやアメリカとどうお付き合いしていったらいいのかというような問題について議論を展開してもらえればな。しかし皆さんもご案内のようにマスコミの皆さんが一番興味を示してくれるのは各閣僚の発言、責任問題ということばっかり。こんな国会を展開していたら与野党を超えて国会は何をしているのか、日本の政治はどこへ行ってしまうのかという心配が国民の皆さんに出てきたら大変なことだなと、そういうことを強く思いながら一日も早い予算の成立を目指して参議院は全力投球する、それに尽きるとこう思っています。 ご質問でもあればお答えしましょう。あ、それからもう一つ、白鵬の63でストップ、69代横綱、今日もモンゴルの大統領が5時から参議院の舞台に演説をしてくれます。多分大統領も白鵬も今日まで勝ち続けてればそんな夢にもあったり違いはありません。また白鵬ファンも残念だなとこういう思いがあるのかもしれません。以上です。読売新聞の小坂です。柳田法務大臣の件に関してなんですが、まあ、午前中の審議でも議論になっていましたけれども、柳田大臣がですね、まあ、地元で国会形式の取れる発言を、まあ、されたということが問題になっています。まず会長、この大臣の発言についてのご感想というのは、ここにまず、まあ、感想というよりも、誰にも気の緩みも過ちもあるでしょう。柳田大臣もそれを認めて自分の発言が適切でなくて皆さんにご迷惑をかけました、これからは真剣に取り組んでいきますとこういうことだからそれでよろしいのではないかと私は思っています。まあ、野党は問責決議案を出すということも主張しているようですけれども、柳田大臣のまあ、責任の取り方、身体も含めてですけれども、それについてはどのようにお考えでしょうか。身体の取り方って、私はもうそれでいいのではないかと言ってるから、それでいい、ね、と思って。この件につきまして、柳田大臣ご自身から発言の真意であるとか、今後のについてのお話というのはされたんでしょう、あるいはこれからすることがありますでしょうか。なぜ柳田大臣に私がそんなことを聞かなきゃならないのか、私になんでそんなことを報告しなきゃならないのか、そうは思っていません。お互いにそんなものはやり取りしていません。
いいですか、他には。あの柳田大臣の、ね、柳田ばっかかね。あ、すみません。はい。まあ、参議院の仲間としてずっと一緒にやってこられて、今回入閣されたわけですけれども、その参院議員の大臣が今回その問責を検討されているということについて、率直な感想はございますでしょうか。いや、感想も何も、ね、ありません。先ほど申し上げた通りです。問責を打たれるとですね、その当然補正審議、その他法案の審議に影響が出てくるんですけど、国会審議の影響についてどうでしょうか。仮定の話は申し上げられません。その時考えます。じゃあ終わりましょう。あ、大丈夫です。まあ、柳田大臣の件もそうなんです。午前中の審議でもですね、まあ、戦後官房長官や蓮舫大臣が、まあ、発言を撤回して謝罪するということが、まあ、相次ぎまして、まあ、先ほど冒頭の会長のお話でもありましたけれども、やはり閣僚の発言等がですね、まあ、国会の審議のやっぱ中心にならざるを得ない状況をもう、まあ、閣僚自身が作り出しているという面もあると思うんですが、まあ、そういう政府側のですね、閣僚に対する、まあ要望というかですね、まあ、これから参議院にどんどん本格化していく中で、それは私が改めて要望しなくても、それぞれ謝罪の面もあり、これから気をつけますというわけだから、それでいいのではないかと。それをいつまでもそのことばっかり終始追求しているということについても、皆さんはどうお考えか、逆に皆さんにもお尋ねをしたいと、そういう感想とか、気持ちはどうだって私に聞くから、そういう感想や気持ちを持っています。じゃあ立つ前にもういいですか。いいですね。はい、電話も鳴りました。